大阪府の宮子ちゃん、枚方市27歳女子。うちはうちの犬とキスするのが好きです。思いっきり私の方に飛び込んできて口を舐められると幸せになります。でも彼氏が、犬の口はさ、お尻並みの汚さだよって言います。そして俺が来てる日はなるべく犬とのキスはやめてほしいなと言い、キスをする前に口薄いだよって言われます。彼もうちの犬を可愛がってくれてはいますが、犬がキスしようとすると唇をうーんってしてしまい込んでキスさせません。お尻くらい汚いって言われたら少し考えるけれど、うちはやっぱりやめられません。可愛いからやめられません。だからトーキング FM にメールしました。みやこちゃん、ズバリ言ってもいい？犬の口にはお尻を舐めた後についてる寄生虫とかいるらしいよ。事実ね。うん、まあ、事実を言ったまで、はい、どうしてんの今なみさん、もう犬いらっしゃるでしょ。はい、どうしてんの犬ペロはどうしてんの。もう諦めますよね。ああ、もう自分もしょうがないなと、自分もそこに入っていこうと。もう長い付き合いになりますから。ああ、舐めますからね犬お尻を、ね、はい、あれは犬が犬なりの清潔感。あと散歩とか行くといろんなところをもう鼻キュッキュまでくっつけて嗅ぎますからね。やりますよね、はい、人間の嗅覚も3000倍と言われているその嗅覚でね、嗅覚でもう他の犬のいろんな匂いがあるとこ聞きますからね。聞きますよね。で、まあ本当にってやるでしょ。はい、でペロ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 するでしょ。そうなんですよ。でも僕もできれば彼じゃないですけど、うん、やや控えたい方ではありますね。やっぱ諦めましたけど、積極的に人間の体に取り込んだ方がいいものでないことは確かですよね。確かです。はい、その昔あのジョンでしたっけ、はいはい、とはどうだったんですか。全然キスしないです。幼い時、それは匂いが嫌いだったからですね。あ、ジョンの。ていうか犬の口の匂いってね、やっぱり、はい、臭いじゃないですか。犬口臭がしますね。犬口臭するじゃないですか、はい、あれがどうもね、うん、カメレオンとはチューしましたけど。ああ、カメレオンはなんか匂いしなかったですね。あれはまあ仕事だから。